やっぱり僕はバレーボールをやってる中では身長は低い方ですし、やはり人よりも多く飛ばないといけないんですけど、やっぱそこで自分が一番大切にしているのは、助走のスピードを一緒の他の身長の高い人たちと一緒のようなスピードで行っても高さでは勝てないので、そこのスピードを上げてそれをジャンプの力に変えるっていうのを自分はすごい重要視しているので、そこがおろそかになった時っていうのはブロックに、捕まってしまったりだとかっていうのはあるんですけど、いい状態でしっかりと助走を踏み切って飛べた時っていうのは、ほとんど点数になっているっていう感覚もあるので、そこは自分はすごい大切なのかなっていうふうに思います。やはり遅いスピードと速いスピードでは力の入り方が全然違うので、遅い時はあまり沈まずに飛べるかもしれないですけど、速い時には沈み込んで上に力を加えるっていうところがすごい大切になるので、僕は速く入った時にはより一層低く沈み込んで上に飛ぶっていうことを意識してます。つけ心地もすごい良かったですし、やっぱ自分がある程度筋肉に緊張がないと、いいプレーができないっていう感覚でもあったので、こういうアームスリーブをつけて試合をすることがもう自分の中で今当たり前のようになっています。